皆さん、こんにちは。トレンドリアです。早速ですが、皆さんは前回のこちらの動画をご覧いただきましたか？前回に引き続き、今回は韓国人は日本旅行に来たらどこに行きたい？についてご紹介します。日本人に人気の観光スポットは韓国人にも人気なの？韓国人から見たら不思議な日本の光景って何？について詳しくご紹介するので、ぜひ最後までチェックしてください。それでは、早速見ていきましょう。カフェ巡り。韓国のカフェはデザートも美味しくて空間もおしゃれでインスタ映えスポットもたくさん。韓国旅行に行ったらカフェ巡りがしたいと思っている人も多いのではないでしょうか。実は韓国人の方々から見たら日本のカフェの方が可愛い雰囲気があって羨ましいと思うことがあるそうです。特に最近では喫茶店や古民家カフェのようなレトロな雰囲気のあるところが人気で、デザートはもちろん昔ならではのナポリタンやハンバーグなどのお食事も気になっている人が多いです。USJ、ハリーポッターやスーパーニンテンドーワールドなどのテーマパークは韓国人にも大人気。韓国にはないというのもまた人気な理由です。居酒屋、お酒文化が盛んな韓国。お酒が好きでお酒に強い韓国人は多く、日本に来たら絶対に居酒屋に行かずには帰れない、という人がほとんどです。お種類はレモンサワーやビール、ハイボールが人気で、その他食べ物では焼き鳥やおでんが大人気です。ラーメン屋、日本のグルメで一番人気と言っても過言ではない。特に一覧のように敷居のある空間は珍しく、注文方法は難易度高めだけれど、一度はチャレンジしてみたい、と思う人は多いみたいです。ジブリパーク、韓国のネットフリックスではジブリが見られる。日本のジブリ作品を知らない人はいないほど、韓国人でも誰もが一度は見たことがあり、韓国でもジブリは人気。特に千と千尋の神隠しや隣のトトロは韓国人にも人気です。最近は東京や大阪の他に愛知県にも足を運ぶ韓国人は増えていて、ジブリパークに立ち寄る人も多いそうです。ゲームセンター。韓国のゲームセンターよりも日本のゲームセンターはいろいろなゲームが楽しめる。そしてアニメグッズなどもあるので、アニメ好きの韓国人は必ず立ち寄るそう。その他にプリクラを撮る人も多く、韓国の銀線猫とは違ったまるで別人のようになれる写真写りや落書きをしたりする楽しさが人気です。温泉。普段からお湯に浸かるという文化がない韓国で、日本のような温泉も韓国にはあまりありません。ホテルもいいけど、旅館のようなところに行って日本の雰囲気を味わっていく人も増えているそうです。花見。日本といえば桜。この冬が過ぎたら必ず花見をしたいという韓国人がたくさん。ただ桜を見るだけではなく、公園などに行ってビールを飲みながらお花見をするのは韓国人にとって憧れの一つだそうです。夏祭り。食べ物や金魚すくい、射的などバリエーション豊富な屋台がずらりと並ぶ光景は日本独自のもの。昨年の夏頃には韓国人がこぞって SNS に日本の夏祭りについて投稿をしていました。屋台はもちろん、浴衣をレンタルして体験をしたり、花火を楽しんだりと夏祭りは本当に魅力的。今年の夏にも韓国からたくさんの観光客が訪れそうな予感がしますね。いかがでしたか？今回は韓国人は日本旅行に来たらどこに行きたいのかについてご紹介しました。日本人の私たちも共感できる観光地もたくさんあったのではないでしょうか。昨年は韓国でもスラムダンクが大ヒット。その影響で鎌倉の江ノ電にはたくさんの韓国人観光客が足を運びました。最近では日本のアニメやドラマ、映画の聖地巡礼をする人も。またより日本を感じたいという理由で東京や大阪などの大都市を避けて観光をする人も多いみたいです。前回の韓国人が日本旅行に来て買う人気のお土産についての動画に引き続き、今回のこの動画を見ればもう完璧。もし韓国人のお友達が日本に遊びに来たら、あなたは日本案内マスター。ぜひ参考にしてくださいね。